はい、ともゆたです。今回はクスコの、フロアセンターボディ補強ですね。フロアの下にこう取り付けるやつ、これ2つですをちょっと取り付けていきます。説明書こちら。このフロアですね、マフラー見えますね。でこちら下の多分カバーをちょっと切ったり加工しないといけないみたいなんで、ちょっとめんどくさいんですけど、ちょっと剛性が上がると思えばちょっと頑張っていきます。はい、じゃあちょっとフロア下ですね、フロアセンターのちょっとパワーブレースつけていきたいんですけど、このこいつアンダーカバーをちょっと取らないといけないんで、ちょっとめんどくさいなぁ。でもちょっと取っていきたいと思います。はいはい、今アンダーカバーが取れました。ちょっとじゃあまず下から見ますか。じゃーん、丸裸、こんな感じです。よいしょ。で、取れたのがこちら。で、こっちがこんな感じで、ここにこのクリップとボルト3個で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、10個ぐらいですかね。めんどくさいっす。まあそれだけ頑丈に止まってるんでしょうね。はい、であとはこいつを取り付けていくだけなんですけど、これもまたちょっとめんどくさそうなので早速やっていきます。よいしょ。じゃあまず純正のボルトのところは3箇所取るんで、一番下側のこちら遮熱板と一緒になってるボルトをちょっと取ります。はい、取れました。でこの遮熱板の板ちょっと反ってるんで、取り付けの時に真っ平らにしないといけないので、ハンマーで叩いていきます。次はここのボルトです。よいしょ。で次がここのメンバーボルト、こちらです。でここもちょっと硬いんで、クロスレンチくんがちょっと活躍します。よいしょよいしょよいしょ。おっとっと。よいしょよいしょよいしょ。もう手で取れるかな。はい、取れました。よいしょ。じゃあちょっと早速つけていきます。よいしょ。
しょ。こんな感じで、とここはちょっとこういう。あとこちらちょっとつけていきます。付属のボルトナット使います。で、あと空洞ができるので、そこにちょっと厚めのスペーサーをかましてます。よいしょ、見えますかね。こちらと、あとこの隙間にこのワッシャーですね。で、この裏って何もないんですよ。空洞なんで、このステーの先にナットになってるやつ、ここからちょっと伸ばしてってあげて、裏にちょっとナットが来るようにっていうやつですね。ちょっと難しいですけど、はい。次は一番下をちょっと止めていきます。とりあえず仮止めで。で、こちらは元々の純正のボルト使います。ここは17ミリですね。17ミリ、よいしょ、クロスレンチで締めていきます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、着きました。こんな感じで4箇所つきましたね。全体から見るとこんな感じです。で、反対も締め付けて、あとこっちも本締めして終わりになりますね。はい、じゃあ一応両方こっち側もつきました。はい、こんな感じですね。じ
じゃあフロアセンターはこんな感じで取り付けは終わりですね。あとアンダーカバーを装着するだけなんで、でちょっとアンダーカバー切らないといけない部分もあるみたいなので、ちょっと切っていきます。はいはいはい。じゃあアンダーカバーですね、ここ切っちゃいました。ここからピャーっとピャーっとここ当たっちゃうんですよね。こいつで切りました。あとはまあつけるだけですね。はいはいはい。一応アンダーカバーも今加工してつけました。切ってこんな感じで一応ついてます。はい、こんな感じですね。こんな感じで以上になります。